演舞開演。どうも、本日はファミリーマートの3種の味わい3色団子を食べたいと思います。この3つの団子が入ったところですね。あんこにちょっと見たらしい。どれも美味しそうです。はい、中身はこちら。結構なんか少なくとも思ってたより大きいですね。これどんな感じなんだろう。おー、ちょっぴり破けちゃいましたけど、中から美味しそうなみたらしが出ています。こちらからいただきます。最初に食べたみたらし団子は噛んだ瞬間に、ながらみたらしの甘いタレが口の中に香ってきてとっても美味しかったです。2つ目の桜もしこしあんはさっぱりとした味のお餅の中から風のしあんの、これまたさっぱりした甘さがよく。最後の草もし粒あんは草もちの後に来る粒あんのほのかな食感がしっかり生きていてとっても美味しかったです。でも最初のみたらしが一番美味しかったですね。あんこにもうちょっと頑張ってくれませんでしたね。というわけでこちらの点数をお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。コメントしてあげるとうれしいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。